じゃあよろしくお願いいたします。化合物データベース、パスウェイデータベースの紹介ということで、国立遺伝学研究所 DD ビジョンセンターで、日本 DNA データバンクのアノテーターをしている時松が、務めさせていただきます。まあ、DNA データバンクのアノテーターをしているんですけど、基本内容は化合物データベース、パスウェイデータベースの紹介ということです。でまず本日の内容です。でタイトルの方は化合物パスウェイとしてましたけれども、紹介内容の方は最初にパスウェイデータベースをの、紹介ですね。まず概要を紹介させていただいた後、2つほどパスウェイデータベースの使い方を、まあ、入門的な、ウェブからの内容というのをご紹介いたします。それから、次にですね、化合物データベースの方で、これも、まあ各の背景的なお話をした後、3つほどですね、データベースの簡単な使い方について紹介をしたいと思います。では早速、パスウェイデータベースの方に入らせていただきます。で、まあ、で最初にですけれども、内容に入ります前に、パスウェイデータベースというのは、まあ、非常に皆さん興味があるので、過去の AJAX でも繰り返し更新はされています。で、ここに並べていますけれども、昨年度、本年度だけで、まあ、すでに5回やっておりまして、で、私のこの内容が6回目になります。なので、過去の資料というのも参考になると思いますので、ぜひ、もっと DB のページに、アクセスしていただいて、見ていただければと思います。で今回はちょっと、通常パスウェイデータベースだけで90分やる内容なんですけれども、今回は化合物データベースと合わせてということでリクエストいただいておりまして、ちょっと時間も押しますので、前回ですね AJAX60、広島で得られた、森谷講師の内容をベースにちょっと要約した内容で講師を行います。一部簡略化してますので、各内容もご参照いただければと思います。最初に、まあ、パスウェイデータベースとはということでお話をします。で、ですね、まあ、ロッシュのページ出ますけれども、パスウェイですね、ロッシュのパスウェイについては、ロッシュパスウェイというふうに Google から検索していただきますと、一番上にロッシュパスウェイというふうに出てきますね。で、これをクリックしていただくと、先ほどのページに飛ぶと思います。で、内容の方ですけれども、はい。で、パスウェイっていうのはですね、生体内の遺伝子、タンパク質、その他化合物の分子間相互作用を経路として表現したものです。で、まあ、パスウェイというのは集積して可視化、電子化したものというのがパスウェイデータベースというふうに呼ばれています。歴史的には、まあ、ロッシュのパスウェイデータベースですけども、代謝経路の表現から始まっています。で、これが、まあ、ベリガマイハム社の、まあ、今、ロッシュ社ですね、代謝マップ。もう1965年ぐらいに出版されたものですけども、最初、紙媒体で出版されて、後に電子化をされています。でですね、はい、で先ほどのページ飛んでいただいて、まあ、一つ、まあ、例えば、TSA サイクルというのがこういうふうに、まあ、ありますけども、計算機上で表現するということで、さまざまな可視化というのが行われるようになって、パスウェイ全体を俯瞰したりとか、一部の相互作用に着目したり、生命現象を理解しやすくなります。またデータベース化することによって網羅的に扱えるようになりますので、コンピューターでいろいろ利用が可能になります。ゲノムアノテーションをしたり、主観比較ですね、進化解析をしたりとか、遺伝子発現とか、エンリチメント解析、モデル化、シミュレーション予測とか、いろんなことができます。で、まあ、最近、その遺伝子のデータとか、まあ、私もまあ DNA データバンクで、まあ、日々登録の作業をしてますけれども、データっていうのは爆発的に増えておりますので、まあ、そういういろんな情報というのが、をデータベース化することによって、いろんな形でパスウェイに載せるということで、可視化することによって、いろんなことができるわけですけれども、今回の講習では、パスウェイデータベースの概要と、それとマッピングに関して、関することを中心に簡単な実習を行います。まずですね、いろんなパスウェイデータベース、世の中にはいろんなパスウェイデータベースがあります。それをまあ探す方法ですけれども、パスガイドというものがあります。で、これもですね、こちらですね、マウスの、はい、ですね、まあ、Google さんからパスガイドって検索していただくと、まあ、トップに出てきます。パスガイド。クリックすると、はい、パスガイド出てきます。でですね、はい、まあ、今、これちょっと古いデータですけども、2013年の段階でパスウェイリソース、パスウェイ関係のデータベースのリストというのが、まあ、550ぐらいリストアップされています。アベイラビリティというのは、まあ、これが無償で使えるものか、有償のものかとか、スタンダードというのは、データ形式ですね、標準データ形式に準拠しているかどうかとか、そういうふうなことによって、この辺ですね、ここに、その辺の情報が、まあ、それぞれのパスウェイデータベースのリストとともに書かれていますけれども、そういうふうなことによって、どういうデータベースを見たいかということを探すことができます。
はい、まあ、そういう形でいろいろ探したりするということができるもので、まあ、参考にでですね、まあ、いろんな、歴史的には代謝経路の表現から始まっているんですけども、現在ではまあタンパク質化の相互作用であったり、シグナル伝達系遺伝子制御とか環境シグナルとか、さまざまな生命現象というのがパスウェイとして表現してデータベース化をされています。パスガイドではこういうふうにタンパク質相互間相互作用であったり、代謝パスウェイ、シグナリングパスウェイ、パスウェイダイアグラム、転写因子とか遺伝子制御ネットワーク、タンパク質化合物間の相互作用、遺伝子相互作用ネットワーク、アミノ酸配列解析、まあ、いろんな分類がされています。まあ、こういう分類の中から探していくことによって、自分がどういうパスウェイを使いたいかということに合わせて、まあ、探していくことができます。で、ですね、ここからはパスウェイデータベースですね。ここではパスウェイデータベースを、まあ、データベースでどういうふうに表現するか、表現様式です。でまあ、見やすくするために大体こういうダイアグラムでの表記をされることが多くなっています。これはまあケグパスウェイでの表記例なんですけれども、ケグパスウェイでは代謝パスウェイというあの代謝産物というのをこのノードですね。こうまあ、でその間を結ぶ酵素反応というのをその間を結ぶエッジとして表現されています。こちら代謝系での表現。代謝産物と酵素の関係。で制御系ではタンパク質とか遺伝子その他の小分子ですね。今度はタンパク質とかが濃度になります。でその関係性ですね、活性化されたりとか抑制化されたり、リン酸化されたりとか、そういうふうないろんな制御がかかりますけれども、そういうものというのは今度はその間を結ぶエッジとして表現します。こういう形でその見やすくするためにダイアグラムに表現するというのが、まあ、一般的によくやられています。はい、でパスウェイでそういうネットワークを書いたときに、パスウェイのデータベースをデータ形式、そのまあデータベースとして標準が、まあ、上でそれを扱うためにデータ形式というのがありますけれども、計算機の取り扱いの目的として、まあ、XML という言語、まあ、エクステンシブマークアップランゲージといいますけれども、記述されること、まあ、そういう系の言語で記述されることが多くなっています。まあ、ここではちょっともうレイアウト、これ話しているだけでもうすぐ1時間ぐらい話すような、まあ、内容になると思いますので、まあ、こういうフォーマットがあるんだということだけ簡単に紹介します。KGML というのは、ケグで、まあ、独自に、ケグ独自のフォーマットですけれども、分子間の関係とかダイアグラムのレイアウトを取り扱うフォーマットです。SVML というのは、こういうパスウェイのシミュレーションやモデリングを行うためのフォーマットとか、あとは、PSIMI というのは、タンパク質間相互作用を記述するためのフォーマット。まあ、BioFAX というのが、まあ、標準的かな。での、様々なパスウェイデータを統合したり、データ交換を行うことを目的として作成している、まあ、標準化目的のフォーマットです。こういういろんなフォーマットがあります。でこういうデータ形式というのは、データ形式を扱うことのできるネットワークの可視化ソフトウェアというのがあって、サイトスケープというのがありますか、あとビスアントとかいくつか、まあ、サイトスケープは一番有名でしょうか、そのあたりというのがあります。で、サイトスケープを使った可視化というのも、講習で過去やられています。で、まあ、その辺のサイトスケープを使ったデータの可視化の講習についても、その辺の講習会の情報について見ていただくといいと思います。でどのパスウェイデータベースを研究に使えばいいかというのは、対象生物とか対象のパスウェイ、目的によって異なってきます。今回はバイオサイクとケグパスウェイですね。で、ブラウザ上の使い方というのを紹介します。で、AJAX60 では、これに加えてリアクトームを紹介しているんですけど、ちょっと今回は時間の関係で省かせていただきますので、リアクトームについて興味ある方は、過去の AJAX60 の、講習会のページを見ていただくといいと思います。はい。で、まずバイオサイクです。で、ですね、これも、はい、バイオサイクですね。Google さんでバイオサイクって検索するとトップに出てきます。はい、こういうページが出てまいります。はい、でバイオサイクです。開発は SRI インターナショナルというところがやっています。で、対象は、まあ、大腸菌から人まで、大腸菌は、まあ、とか、そういう微生物に関しては、イカブとか、そういう、まあ、株によっても作り分けてますので、イカブを含めて7600種以上ですね。まあ、ベースに専門家が手作業で作業した文系ベースのデータベース、メタサイクというのがあります。で、それを元に自動化ツールですね。で、ゲノムデータが入ってくると、ゲノムが読まれてゲノムデータができますと、それを自動ツールでマッピングしていくという形でパスウェイを作っています。で主に代謝パスウェイ、それからまあ一部制御系の情報ですね。で、基本的にはアカデミックフリーなんですけども、サブスクリプションがどうやら要求にされそうな
ってきそうな気配があります。でデータ形式に関してはバイオパックスを使っています。でですね、まず、待ってくださいね。これですね。あ、これすみません。ちょっと一ページ余計な。はい、こっちからですね。で、まず、最初に実習として対象生物種を見てみようということで、見ていきます。で、ですね。このバイオサイクのデータベース、ページを見ていただきますと、マウスどこ行ったかな。マウスが飛ぶんだ。はい。で、これですね。で、この辺に、バイオサイクのデータベースについて、この、このあたり、バイオサイクデータベースっていうところがありますけれども、ここに、分類ですね。分類によって、タイヤ1、タイヤ2、タイヤ3っていうのがあります。で、資料の方を見ていただきますと、そのタイヤ1、タイヤ2については説明がしておりますけれども、タイヤ1っていうのは、専門家が手作業で作成した、まあ、ちょっと飛んでみましょうか。このタイヤ1データベースというページをクリックしてください。そうすると、はい、リストが出てきます。で、タイヤ1のデータベース、タイヤ2、タイヤ3っていうのがありますけれども、タイヤ1ですね、ここに出てくるページ。で、このタイヤ1の部分っていうのは、専門家が手作業で作っているパスウェイデータベースです。で、このうちメタサイクっていうのは、他の生物種ごとのデータベースとは違ってベースになるんですけども、2000種以上の生物種をもとに、の文献情報をもとに、対策パスウェイというのを構築したもの。まあ、バイオサイクの基盤になるようなデータベースですけども、それはメタサイクです。で、他のものっていうのは個々の生物種ですけども、まあ、台湾というのはマニュアルに作ったもの。で、これはまあ、SRI が自分自身で作ったもの。このものについては、他の機関で作られているものです。でタイヤ2データベースというのはそれに対して自動2で作成したものというのを手作業でキュレーションをしているものというのはここにリストされています。タイヤ3のこのタイヤ3のレベルものというのはこれはほとんどなんですけれども、まあ、7500以上、これはもう機械的に自動ツールで作成したデータベースですね。生物種ゲノムが来ればまあこんな感じで、まあ、イカブがいっぱい並んでますけれども、機械的に作ったパスウェイということになります。でまずそういう形でこれでまあどういうパスウェイがあるのか、バイオサイクにあるのかっていうのが分かっていただけたと思います。はい。でまあ次に好きな生物種のパスウェイを見てみましょうということで、次の実習に入っていきたいと思います。でですね、先ほどのリストの中で例えばここでエコサイクですね。エコサイクをクリックしていただきますと、エコサイク、まあ生物種は何でもいいんですけども、エコサイクに飛びますと、こうやってエコサイクのページに飛びます。で、ここですね、まあ、資料の方にも、書いてますけれども、何か自分が注目している現象ですね、について、ここにキーワードを入力していただきますと、例えば、グライコリシス。何でもいいですけども、グライコリシスというふうに入力をして、ここでクイックサーチというふうにサーチをしていただきますと、はい、こういう形でそのグライコリシスというキーワードが入ったパスウェイの情報、リストというものが出てまいります。まあ、オントロジーのタイムとかも出てきますけれども、で、ここで例えばグライコリシス1という、ここをクリックしていただきますと、はい、そこのパスウェイのページというのが出てきます。これがまあ、エコサイクの中の、グライコリシスのページです。まあ、ここでは、まず、化合物ですね。化合物とその間の、反応ですね。エッジですけれども、まず出てくるものというのは、こういう形でもう、エッジとの、エッジで結ばれた簡単なものですね。で、これで、more detail というのを押していただきますと、はい、こういう形で、そこに載っている、遺伝子ですね。遺伝子の情報とかいうもの、それから、タンパクの情報とかいうのが出てまいります。で、これ EC ナンバーですね。リアクション。で多分クリックしていくと、そこの個々の情報のページに飛ぶことができます。こういう形で。でちなみに、ここでその太字で書かれているものっていうのは、マニュアルにキュレーションされたもの。これが太字になってないものっていうのは、コンピューテーショナルに計算されたものです。オレンジのその遺伝子のところですね。そういう形に、表現になっています。
で、なお、ですね、エコサイクとか一部の生物種についてはこういう形でですね、レギュレーションの関係というものがここに表現を、こういう形で表現をされています。で、ですね、右側ですね。で、一つ戻りますけれども、ここですね、ここの、こちら側の右のところで、いろいろですね、カスタマイズしたり、データのダウンロードしたりすることが可能になっています。はい。で、まあ、ここまでが、実習ですね、表示ですね、で、なってます。で、オプションでダウンロード可能ということになっています。で、今度は主観比較をしてみましょうというのが次の実習です。で、ここでですね、右のページでですね、一番下に、スピーシーズコンパリソンというのがここにあると思います。で、これをクリックしていただきますと、はい、こういう形で、出てまいります。で、相手方ですね、比較する相手の、生物種。例えば、ここで、入れていくと、まあ、だんだんキーワードを入れていくに従って絞り込まれてきます。バシュサブトリス、これを選んでいます。で、これを選んで OK としますと、はい、バシルスとイーコーライですね。上側にバシルスがあって、下側にイーコーライがあって、それぞれの、オペロンの状況とかそういうふうな状況というのは比較してみることができるようになっています。こうですね、こういう形で選んでということになっています。で、今度はまあ好きな生物種のオーバービューのパスウェイを見てみましょうということで、4つ目の実習に行きます。で、こうですね、メタボリズムのところでセルラーオーバービューというのがそうすると、こういう形の画面というのが出てきます。この大きな、まあ、二重膜に包まれたものというのは、まあ、細胞をイメージしています。で、その中に、そのいろんな代謝パスウェイですね、パスウェイのブロックというのが、こういう形で、ノードとエッジで、絵で表現をされています。こういう形で、オーバービューのマップというのが見ることができます。で、例えばですね、ここで、ハイライトパスウェイというのがあります。ハイライトパスウェイというのがあって、これをクリックしていただきますと、で、まあ、例えばバイネームですね。ネームで、TCA、あれ ?TC って入れると、まあ、リストがどんどん出てきますけど、これ TCA サイクルというのを選んで、ハイライトというふうにしますと、時間がかかっておりますね。通常ここの部分というのはハイライトされます。ちょっとかかっているので、スライドの方で簡単に説明しますけれども、まあ、3ですね。これが先ほどの内容で、で、オーバービューを見て、ですね。はい。で、そこの、パスウェイのところで、はい、こんな形で、ここの部分というのがハイライトされるというふうな形になります。で、まだやってますね。はい、まあ、ちょっと今回出ませんでしたけれども、まあ、先ほどのパスを選ぶと、ハイライトされる。ということだけ覚えておいてください。で、次にですね、実習の5ということで、資料の方を見ていただくと、遺伝子発現データのマッピングということができます。で、バイオサイクの場合は、NCBI のジオといわれるジーンエクスプレッションオムニバスのデータというのを直接マッピングすることができます。で、
ここにですね、インポートデータフロムゲオというのがありますね。で、こういうここを選びますと、はい、こういう形で、なんかキーワードを入れると、この生物質のそういうキーワードのものに関するそのデータというのが出てきます。例えばここで O157 と入れてみましょう。で、O157 と入れますと、かかってますね。はい、こんな形でですね、データセットが2つ出てまいります。で、例えばこのうちの1つ選びますね。シンナムアルデハイドに対する応答を見たデータ、これを見ます。そうすると、このデータの中に入っている、どういう、まあ、いろんな繰り返し の実験がありますけれども、その辺のデータのリストが出てきます。で、ここでは、まずその、はい、シングルのスタティックな、まあ、もので、2つのデータのレシオというのを見るということで、そうすると、ニューメータと2つの比較の、選択画面が出てきます。で、ここでは2時間目のデータと4時間目のデータの比較ということをやってみます。で、ここで、まあ、この、上から5番目のやつですね、このデータと7番目のこのデータというのを選んでいます。そこでサブミットというふうにしますと、2つの30秒以上、出てきましたね。はい。で、こういう形で出てまいります。まあ、これは統計的なデータですかね。で、はい。で、まあ、これがその、この場合だと赤い方が、はい。赤いものというのが、まあ、発現が増していったもの、増していくもの。こっちに下がれば下がるほど発現減少したものということで、発現の変化というものが見て取れます。はい。こういう形でマッピングができます。ですね。はい。JO のデータで、で、はい。繰り返しになりますけれども、オプションを選んで、はい。ドミネーターで取る。で、2時間目と4時間目の遺伝子発現の割合を見てますので、この場合は赤くなった方が4時間目で上がっていくということですね。まあ、いろいろアニメーションとかできますので、まあ、また機会を見つけ試していただければと思います。で、詳しい、もっと詳しいそのバイオサイクの使い方って見ていただきたい場合には、バイオサイクのユーザーガイドというのがありますので、それを参照していただければと思います。はい。ですね。まではバイオサイクですね。でですね、ここでですね、バイオサイクを作ったものの派生というか、そのシステムを使った別のデータベースの紹介だけ簡単にしておきたいと思います。ですね、はい。今度また、Google さんの方ですね。Google でプラントサイクというのを、プラントサイクですね、というのを検索してみてください。そうすると多分トップにこれが出てくると思います。で、プラントメタボリックネットワークですね。これをクリックして、プラントサイク検索して、これをクリックしていただきますと、先ほどスライドで出たこのページが出ています。プラントメタボリックパスウェイデータベースですね。まあ、植物研究者の方には、まあ、こちらのデータベースというのは、バイオサイク系のデータベースでは使い手があるかと思うので、簡単に紹介をしておきます。で、ですね。はい。これですね、開発自体は、カーネギーインスティテューションのプラントバイオロジーの、部署の、スーリーという人が、作っています。で、これはですね、まあ、ベースにはプラントサイクという350以上の植物情報からの植物リファレンスパスウェイというのにと、あとシロニナーゼなど22種類のデータベースというのを作っています。あと、まあ、その今後の内部自身ではなくて外部協力機関の方で6種類ほどのデータベースがあります。で、システム自体は SRI、 先ほど紹介しましたバイオサイクですね。のベースになってます。パスウェイツールソフトウェアと作っていますので、使い勝手の自体はほとんどバイオサイクと変わらないと思います。で、これも、まあ、基本的には、なので内容ともほぼ一緒です。で、ここも、アカデミックリンクって書きましたけれども、サブスクリプション、登録が必要になってきているのかもしれません。で、データ形式も同じです。で、ここはもうちょっと使い方は重複になりますので、お示しはしませんけれども、
これちょっと下の方を見ていただくといいんですけれども、はい、でここですね、ここにリストがかかっています。こういろんな生物ですね、オリザサイクとか、まあ、アラサイクが一番有名ですけれども、オリザサイクとかいろんな主要な植物、トマトとかですね、いろんな主要な植物種に関するパスウェイの情報ですね。で外部の方でこういう6種類、まあ、代表的なことでは、マメ科のモデル植物のメディカゴでしょうか、そのあたりのものですね。このあたりの生物種に興味がある方っていうにとっては、このプラントメタボリックネットワークというのも使えると思います。はい、まずここまでで、バイオサイク系 のパスウェイデータベースの紹介というのを、ここまでさせていただきます。何か、ここまででお伺いな、何かありましたらいいでしょうか。じゃあとりあえず次の、ケグのデータベースの方に行きたいと思います。はい、次ですね、ケグパスウェイについてお話をしたいと思います。でですね、これも基本的にはですね、はい、ケグはまあケグで検索していただければまず出ると思います。共同検索、はい、これですね。で、行こうかな、こっちから行こうかな。はい、これですね、そうか、これいきなりこっちから行ったのかな、すいません、こっちから行ってください。これですね、はい、これですね、はい、ケグのページです。でここからですね、ケグ2というのがこれがあります。これをクリックしていただきますと、このページですね、ケグのテーブルコンテンツに行きます。でケグというのは、まあ、パスウェイだけじゃなくてデータベースの集合体です。で、ケグパスウェイを含むシステム情報ですね。この辺がシステム情報です。でその他に遺伝情報のゲノミックなデータのページ、科学情報ですね。それから、まあ、病気とか健康関係の情報を集めた総合的なデータベースになっています。今回はまず、そのパスウェイの方でケグパスウェイの情報、それから後ほどその化合物の方で簡単にケグコンパウンドの紹介をします。それ以外の紹介というのは今回省きますので、それ以外の詳細に関しては、まあ、ケグに関しても過去何度も復習がされています。その辺の資料というのを参考にしていただくと、ケグの、全貌についてはお分かりいただけると思いますので、そちらも参照していただければと思います。ですね、でまず、ケグの方の実習に入っていただきたいと思います。まずこちらもですね、最初にどういう生物種があるのかという対象生物種を見てみようと思います。でケグデータベースのテーブルの下にケグオーガニズムというのがありますので、そこをクリックしてください。そうすると、まあ、こういう画面が出てくると思います。それケグでは、ここにありますように 3文字から4文字の生物種コードというふうにケグでは呼んでますけども、独自の生物種コードを使用しております。はい、ここですね。でここでざーっと下がっていただきますと、ここですね、ケグオーガニズムというのがございます。でここをクリックしていただきますと、はい、こういう形で、先ほどスライドの資料の方でも出てると思いますけど、こういう形ですね。でこの辺ですね、こちら側というのは大きな分類ですね、カテゴリーで、ここに生物種コードがあって、でこれが生物種名です。でここにその総数ですね、おおよそそのゲノムっていうのに関しては、まあ、レフセック、NCBI のレフセックデータベースがベースになって、ほぼ一部の例外を除いて、ほぼレフセックを元にして、ケグでは作られています。でこんな感じで、まあ、ここですと、このあたりですね、このあたりはマーマルですね、哺乳類。で、もうちょっと大きな分類をしたらバータブレットという形で、はい、して、アニマルがざーっと続いた後に、はい、今度は植物ですね、はい、ユーディコットから、まあ、いろんな、ファミリー、植物に関してはファミリー単位での分類、それから、ですね。で、その下にファンジャイが来て、ファンジャイがざーっと来て、あとプロティストですね。プロティストが来た後、プロカリオテとして、ざーっとこちらの方もあります。延々ずっと続きます。こんな形で、リストされています。こちらの方も今、ここに出てますように、真核が342種類、
バクテリアが3778で、アーキアが229というのがゲノムですね。はい。という形になっております。はい、でそこでですね、生物種コードというのをリンクすると種の情報というのが生じされます。こんな形でですね、これ左側は人、右側はゴリラです。まあ、ほとんど同じようなものが書かれてますけれども、でここでアノテーションというのが書かれています。この、丸をして赤い丸をつけて、白でもつけている部分ですけれども、でマニュアルって書いてあるものというのは手作業で、ケグのチームの方で手作業でアノテーションをしているものというのはマニュアルです。コアラというのは、SSearchという、まあ、プログラムがあるんですけれども、その中で自動ツールでアノテーションしているものというのが、コアラという自動アノテーションツールですね。ケグの中で使っている自動アノテーションツールで、自動アノテーションしているものというのはコアラです。で、もうちょっと、まあ、こちらはもうちょっとブラストという、プログラムで、ブラストコアラというのは、まあ、ドラフトのゲノムで使ってたりとか、ゴーストコアラというのはメタゲノムで使ったりとか、まあ、いくつかのアノテーションのレベルですね。まあ、上の方に行けば行くほど、まあ、アノテーションを精密にしていると思っていただければいいと思います。こういう形でアノテーションのレベルがあります。なので、まあ、ここですね。ここを、開いていただきますと、はい、これですね。ここで、まあ、ここにはマニュアルと書かれています。一方で、ここでゴリラですね。ゴリラの方を開いていただきますと、こちらの方は、はい、アノテーションレベルがコアラになっています。そういうことですね。はい。で、ケグのパスウェイですね、のデータベースの中で、データベースリストというのがあって、今度はここの上の部分ですね。今、ゲノムのところを見てるんですけれども、いくつかの種類別にデータベース、生物種のデータベースが並んでいます。このゲノムというのは、主に NC バイレフセックとかですね、を使っていまして、ジェンバンクに登録されている NC バイレフセックの形でまとめられている生物種を主に使っている、そういうゲノムで読まれている生物種に関して、データ化しているものというのが、ゲノムズというところで、まあ、このゲノムズのリストに入っています。スピーシーズというのは、例えば大腸菌とか酵母とかであれば、イカ部がたくさんあります。そうすると、まあ、イカ部ごとにいろんな、まあ、少しずつ違うものが大量にあるわけですね。なので、そういうイカ部というものを、その結局の方で一つにまとめていた、スピーシーズレベルでまとめ、オーソログをまとめてしまったような、そういうふうなデータベースというのはスピーシーズです。で、もう一つのジーナスというのは、ジーナスレベルでまとめたものですね。で、ドラフトっていうのは、ゲノムに入っていないような真核生物。エンシバレフセックでは読まれてないけど、まあ、重要なもの、他のところで読まれたりとかしたゲノムの真核生物種、で、まあ、真核生物種のいろんなデータを保管する上で必要だと思われるものっていうのがドラフトで入れられています。メタっていうのはメタゲノムです。そういう形のリストになっています。で、ここまでが実習です。次に、そのパスウェイマップっていうのを実習2では見ています。でトップページの検索ボックスで、まあ、リシンとかグライコリシスとか、まあ、生命現象関連の単語を入力してサーチボタンというのを押していただきますと、ケグ全体でそのヒットしたエントリーがリストアップされて、ケグパスウェイにヒットがあれば、こう一番上に表示されます。でやってみます。ですね。はい。トップの方に戻ります。一旦トップの方に戻りまして、はい。はい、戻ります。で、ここのトップのページで、例えば、リシンでよかったかな。リシンで検索をしますと、はい、こういう形でですね、ケグ全体にサーチがかかりまして、ケグパスウェイにリシンの関係のものパスウェイというのは、リシンの整合性、それから成分解、それからまあ、アルカロイド、リシンとかから経由してできてくるアルカロイド、3つのパスウェイというのが上がってきます。で、ここでは、最初のリシン整合性のパスウェイというのを見てみましょう。クリックすると、はい、パスウェイに関する概要の説明のページに行きます。はい。で、まあ、こんな形ですね。クリックして、画面の方でお見せしましたけど、パスウェイの情報というのが表示されます。
で、この、マップ番号が出てますけど、これが、ケグの活性の最小単位で、ケグではこのダイアグラムですね、こういうダイアグラムのことを、マップというふうに呼んでおります。で、ですね、はい、ここでマップの、パスウェイ、先ほどの、概要のページのところで、マップですね、ここの部分の数字の部分、緑、青く変わってますけども、ここをクリックしてみてください。ここですね、ここをクリックしますと、はい、ダイアグラムのページに飛びます。これが、まあ、ケグの基本的なパスウェイですね。使ったことある方は、まあ、よく見られている画面だと思いますけど、ケグのパスウェイ。がパスウェイのダイアグラムというのが表示されます。はい、こういう画面ですね。で、この色のついてない白いダイアグラムというのが専門家が手作業で文献ベースから作成したリファレンスパスウェイです。これがまあケグで作っているリファレンスパスウェイということになります。で、まあ冒頭でもちょっと説明しましたけども、ボックスとかボックスですね、これが遺伝子とかタンパク質とかの配列情報にリンクされる部分で、丸い部分ですね、これが代謝産物、環境物質とか化合物です。で、ここのヘルプから書く、まあ、そういう書く図形に関する説明とかのは、まあ、ヘルプから参照いただけると思います。で、まあ、そこでですね、実習ということで、好きな生物種をパスウェイも見てみましょうということで、で、まあ、なんですけども、先ほど申しましたように、プルダウンから見ますと、こういうメジャーなパスウェイですと、まあ、3000種ぐらいのパスウェイがざーっとリストされるので、まあ、選びにくいので、まあ、やり方としては、まあ、アルファベットで相当したりとか、パーソナライズメニューとかで特定のグループに絞り込んでから見るということで、リストの絞り込みをやってみるというのが、まあ、簡単な方法、一つの簡単な方法かと思います。またはもうその生物の方が直接いくという手もあるんですけれども、まあ、ここではちょっと、まあ、絞り込みというのをやってみましょう。ここですね、セットパーソナライズメニューというのがあります。ここをクリックしていただきます。それで、Go を押していただきますと、こういう画面が出てきます。で、ここでですね、今、オールオーガニズムになっています。まあ、一番まあ、簡単なボタンとしては、まあ、こういう、プロカリオートですね。で、プランツとか、まあ、バクテリアとか、アーキアとかであるんですけども。で、まあ、他に、あなたカテゴリーというのがあります。で、先ほどのそのテーブルの中なんですけども、中でそのカテゴリーに名前が出ているものというので、を入れていただきますと、絞り込みが効きます。まあ、例えば、マーマルと、哺乳類、マーマルとか入れていただくと、絞り込みが効きます。で、そこにないものは多分絞り込めないんですけれども、まあ、ここでは例えば、単種植物ですね、モノコットっていうのを、モノコッツっていうのを入れています。あ。で、入れて、これで、セレクト。あとはまあその、ここではありませんけど、フェーバリって、もうケグの遺伝子コードが分かっていれば、まあ先ほどのテーブルで分かっていれば、まあここに好きな生物種コードを入れて絞り込むということも可能ではあります。で、まあここではモノコっていうので絞り込みをかけていきます。そうすると、ここのリストっていうのが単種植物ですね。稲とかそういうごくごく限られた生物に絞り込んで、この中から選ぶことができます。先ほどのその、生物種の、リストの方を、あらかじめ見ておいていただいて、自分が興味ある生物種っていうのが決まっている場合でしたら、そういう形で絞り込んでいただきますと、もう、ここのリストで選ぶときに楽ができるかと思います。まあ、これ、例えば、オリザサティバジャポニカの LAPDB ですね。レフシェクではなくて LAPDB という、まあ、稲のデータベースがありますけど、そちらで作っている、そちらのデータを使ったものっていうので選んでみましょう。で、ここで Go ってしますと、ここで、まあ、LAPDB の中にあって、まあ、そのケグの方で、この、それぞれのところにアノテーションされたものっていうものがリストされて、まあ、ここのもの、この緑の色がついたものに関しては、そこに、対応する遺伝子があるという。まあ、逆に白く抜けてる部分というのは、そこにアノテーションされているものが今のところないということを示しています。で、こういうことですね。はい。です。でですね、はい、でちょっと戻りますけれども、種族とかで選べた まとめたパスウェイとか、そういう先ほどゲノムって言ったもの以外のものに関してですね、他のリストに関しては、ここから選ぶことができません。その場合はどういうふうにして選ぶかと言いますと、はい、ですね、ちょっ
と戻りまして、ここで、オーガニズムのところに戻っていただきますと、ここで例えば、ドラフトっていうのを選びますと、今はこんだけしかないんですけど、例えばこのドラフトで、一番下にこれファネノケーテクライソスプリウムという木材分解菌がありますけど、このパスウェイが見たいということであれば、ここのページに飛んでいただいて、で、ここからここにパスウェイマップというのがあって、こちらを選んでいただきますと、パスウェイマップのリストが出ますので、ここで、例えば先ほどのリシンであれば、ここを選ぶと。そういう形をすれば、今度は、選ぶと。なので、その経路としては、ダイアグラム、ここのところを直接選んでいく方法と、パスウェイリストの、生物リストの方ですね、生物リストの方から、生物種の行動を選んで、パスウェイ経由で飛んでいただこうと。個々の生物種のパスウェイを見る方法というのは、以下の2通りの方法があります。どちらでも、ドラフトとか、スピーシーズレベルのもの、メタゲノムとかそういうものに関しては、後者の方法しか使えませんけれども、その2つの方法を必要に応じて使い分けていただくのがいいと思います。はい。で、こういう形ですね。で、戻りますけれども、で、一部のボックスが緑色になりますけど、その生物が持つ、もしくはサンプルが持つ遺伝子っていうのを示しています。はい。なのでですね、はい。もっぺん戻りますけれども、リシンで、よいしょ。こういう形で選びます。例えばここで一つですね、最初のとこを選ぶと、そこに対する遺伝子ですね、のリストに飛んでいくことができます。この場合ですと、いくつか、ここのパスウェイにところにアノーテーションされているリストが、遺伝子が5個ほどあることが分かります。こういう形で飛んでいくことができます。はい。でですね、ここでちょっと、リファレンスパスウェイと各生物種の遺伝子でどういう感じでアノーテーションされているかということを、ちょっとバックグラウンドとしてご説明しておきたいと思います。でですね、最初、リファレンスパスウェイというのは、文献情報からですね、化合物 A と化合物の B の間にこういう遺伝子があるんだということが、こういう文献情報があると。そういうのが集まってパスウェイができるわけですけども、文献情報から、リファレンスパスウェイというのが作成されるわけです。でそうすると、リファレンスパスウェイというのができて、できるわけですね。で、それに対して、この遺伝子に関するオーソロググループというのは、英語では KO というふうに呼んでるんですけども、そういうものというのができます。でそうするとですね、その KO に、その KO に対して、その同じその KO にあたる遺伝子というものが、配列相同性などから、決められるわけですけれども、KO と化合物 のデータベースのリファレンスパスウェイとのネットワークである、KO ですね、KO をもとにして、生物種ごとにその同じ KO にあたっている遺伝子というのがマッピングされていくという形で、生物種ごとのパスウェイというのが作られる、そういう関係になっております。これはちょっと念頭に置いていただければと思います。はい。で、今度はですね、ケグにはここで個別のパスウェイとかは別に、生物種のそのパスウェイネットワーク全体を集めたオーバービューのパスウェイというのがあります。全部のネットワークをまとめたものですね。で、それを見てみましょうということです。で、今度はパスウェイのトップページに行って、グローバルマップ&オーバービューマップのところでメタボリックパスウェイというのをクリックしています。で、ケグアトラスというのもあるんですけど、Java で、これちらは Java で動くビューアです。自由度が少し高いんですけど、ちょっと操作が、その分操作が重たくなっています。ここではブラウザで通常のパスの方を見ています。で、こちら側にモジュールのリストですね。右にマップが表示されるんですけど、ブラウザによってはちょっと重なって、ちょっと僕も資料を作るときに見てて重なってたんですけど、重なってしまう場合とかもあるかもしれません。で、機能単位で、この辺でチェックボックス、機能単位で選びますと、パスウェイを強調表示することができます。でですね、ちょっと戻って、パスウェイですね、見ていこうと思います。はい、ですね、もう一遍ですね、ケグのトップの方に行っていただきます。
それで、チェック2に行ってください。これ、なんだと。あれれれれ、妙なことが起きとんな。ちょっと待って。どういうこと？はい。とりあえず、ケグの方に。ですね、それでですね。ケグパスウェイですね。ケグパスウェイで、パスウェイマップ、ちょっと早かったかな。これ、ケグパスウェイというのがあります。システムインフォメーションのところのケグパスウェイに飛んでいただきますと、はい。で、リストがあって、ここですね。で、まあ、最初、まあ、この辺が目次になってます。目次になってるんですけども、その後にですね、はい、個々のパスウェイのリストが、こちらの方からパスウェイにアクセスすることもできます。で、まあ、この下の方の、先ほどのリシンパスウェイというのも、ここにいるわけですけども、こちら側からアクセスすることもできます。リストからのアクセスも可能です。で、ここでは、全貌ですね、メタボリックパスウェイのグローバル&オーバービューマップという、グローバルマップの中のメタボリックパスウェイというのを見ようと思います。でここのメタボリックパスウェイというのをクリックしてください。まあ、ちょっと、Windows と Firefox の環境ですと、こういう形で重なっちゃうんですけれども、オーバービューマップというのが見ることができます。はい、ですね。で、今度はまあその生物種ごとのですね、オーバービューマップというのを見てみるということで、プルダウンメニューから生物を選択して Go をクリックすると見ることができます。生物の持ってない経路というのはグレーになります。でですね、なのでここでリファレンスパスウェイですね、ここまだ絞り込んだまんまなので、こういう形で絞り込んでる人はそのまんまになってると思いますけれども、ここで例えばラップ DB ですね、イネのオリザサティバのものを選んで Go をしてみる。まあ生物、あれどうもさっきからなぜでしょう。とりあえず蹴られるのでスライドで見ようと思います。なぜでしょう。ちょっとなので、まあスライドの方を見ていただきたいんですが、これもちょっとあんまりクリアではないんですが、ですね、ちょっと飛んでますね。で、まあ、あれなんですけども、一応その生物しか持ってない経路っていうのは、グレーになります。はい。ちょっと一気に大量にいってるから切られるのかもしれませんが、ちょっと理由は分かんないですね。はい。で、ですね、ケグパスウェイのですね、次、まあ、そういう形でオーバービューのパスウェイというのは見れます。で、ここでちょっと一旦ですね、その後疾患系のパスウェイを見ますので、ここで絞り込みをしている人っていうのはパーソナライズメニューで見ていただいて、あれこれも蹴られる。なぜだ、なぜでしょう。ちょっと蹴られてきてるので、ここからちょっとスライドでご説明をしたいと思います。はい。ですね、人の疾患パスウェイを見てみましょうということで、がんとか免疫系疾患とか神経性系から、まあ、多発性の疾患とかいろいろありますけれども、まあそのチェグではその、パスウェイとしてその先ほどの代謝系ネットワークとは別に、まあ、チェグにはその先ほど申しましたように健康とかそういう病気とかそういうものをですね、ものを集めたチェグディジーズという大きなデータベースグループというのを作っています。その中にそのチェグのディジーズパスウェイというのがあって、そのがんそういう疾患系のパスウェイというのを持っています。で、例えばここで、まあ、大腸がんとかですね、まあ、いろんながんとかパスウェイを集めているわけですけれども、クリックしますとこういう形のダイアグラムというのが出ます。で、ここで赤字で示してあるものですね、赤字の遺伝子というのは疾患の病原遺伝子を示しております。で、こういう形でその疾患に関係ある遺伝子というのがこれは大腸がんのパスウェイですけれども、そういう形でこの色が赤い文字の色がついているものというのは疾患の病原遺伝子です。で、ここでですね、まあ、プルナメニューからホモサピエンスでとディジーズというのをですね、先ほど、まあ絞り込みを解除するとまたこれが出てくると思うんですけども、これを選んでいただいて、でピンクのボックス、そうするとこういうマップになります。で、今度はどういうマップになっているかというと、ピンクのボックスというのは、何らかの疾患で病院遺伝子になっているということが分かっているものというのをこういう形でピンクのボックスにしています。で、ここにライトブルーのボックスですね、ものによってはこのピンクとライトブルーが半分半分になっていると思いますけど、これは両方ということです。
で、こういうピンものというのは何らかのライトブルーの方というのは何らかの疾患で、今度は医薬品のターゲットになっている、これをターゲットとしている医薬品が作られている遺伝子ということを示しています。こういう形でそのディジーズパスウェイというのは作られています。はい、でここまでだな。で、あんまり解決している気はしないんですが、多分戻ってきましたね。で、ですね、これでですね、絞り込んでいる場合ですね、一遍オールオーガニズムに戻します。それでセレクトってすると、はい、リストが戻りますので、で、ここでですね、一遍、ケグパスウェイのですね、戻っていただいて、このリストですね。そうすると、まあ、先ほどこの辺は代謝系がずっと続くんですけれども、代謝系の後ですね、この辺に、いろんなプロセスだったり環境であったりとか細胞の制御系だったりとかいろんなものがあって、ですね、免疫系とかいろんなものがあります。でここですね、ここにヒューマンディジーズというのがあります。でここでですね、これがまあ大腸がんですね、はい、でこれクリックします。そうすると先ほど申しましたようにここですね、はい、でですね、はい、でこういう形でそのです。で、ここでヒューマンとディジーズドラッグというのを押していただきますと、こういう形ですね。はい、で、この辺が医薬品のターゲット、ブルーの方が医薬品のターゲット、で、ピンクの方が疾患の遺伝子、で、赤いのというのは大腸がんに関わる遺伝子ということが、まあ、分かります。こういう形のマップになっています。はい、で、ちょっとですね。赤文字っていうのが大腸がんのに関係がある遺伝子です。そうですね、スライドの方にも書いてありますけれども、はい、こちらですね、はい、はい、病院遺伝子です。病院遺伝子というのが赤字です。で、赤字のものというのはそのままこれがベースのマップになって、それにピンクとかライトブルーの色が乗っかってますので、そのまま残っています。こういう形ですね。で、それでそこで、はい、まあ形になっています。で、次ですね、はい、今度はですね、主観比較ですね。あ、これちょっと生物種、主観の直すの忘れたんですけども、はい、ちょっと変換ミスで、種の間です、これは。はい、で、今度は2つの生物主観でのパスウェイ比較っていうのをやっています。で、ですね、これで、ですね、ちょっとケグはかなり膨大なシステムになっていて、いろんなものがどこにあるかというのは結構分かりにくいかと思うんですけれども、はい、戻ってですね、ここにですね、はい、ですね、場所をちょっと一度明確にしておいた方がいいですね。ケグのトップページからですね、はい、トップで、そこにケグ2というエントリーがあります。で、ここにまあ、ケグのデータベースのリスト、ミリストみたいな形になってるんですけど、リストがあるんですけれども、この中ですね、ここに、ケグ4パンゲノム4ゲノムコンパレーションコンビネーションというのがあります。これで主観比較というのをやることができます。まあ、ここにまあ、エグザンプルの例があるんですけれども、ここではですね、はい、これでですね、スペースに並びますと、ゲノム、単なる比較になります。で、間にプラスを入れるとコンビネーションという形になって、ここではですね、共生生物種であるアブラムシとブフネラでですね、そのコンビネーションを見てみようということになりますので、アブラムシが、スライドの方にお示ししてますけど、API という形になります。ここでですね、ここに、API という、ね、API にプラスをして、共生生物であるブフネラを入れると、BUC、API プラス BUC というのを例えばここに入れて、でそうするとですね、ここで GO すると、まあ、この2つを足し算しましたよということで、そういうオーガニズムグループというのが出来上がります。で、ここでパスウェイマップというのを見て、で、ここはまあ、これの特徴的なことなんですけど、バリン、ロイシン、イソシン、ロイシンという、いわゆる BCAA といわれる分岐アミノ酸の整合性経路を見ています。で、そうしますとですね、
はい、こういう形になってます。で、まあ、基本的にはその分岐アミノ酸というのはこのスレオニンから出て、でイソロイシン、バリンとロイシンというこういう形でこの整合性がかかるわけですけども、緑の方がアブラムシでピンクの方がブフネラなんですけど、見事にこの2つが要するに組み合わせによってパスウェイが全体でつながるという構造というのが、ここ1個抜けてるかな、あ違うな、これ大丈夫やな、ここで、こういう形になっています。こういう形で補完関係というのが成り立っているということがパスウェイデータベースから見れるという、まあ、こういうことを比較することができます。単純にその2つの生物種を持っている持っていないというのを比較することもできますし、こういう形で複数生物種の比較ということができます。これは今2つの例でお見せしましたけれども、まあ、2つでなければならないということはなくて、まあ、複数種であれば複数種、ミス3種であれば3種の間、まあ、重ね合わせてみることはできます。で、まあ、ここでですね、せっかくですね、メタボリックパスウェイというオーバービューの方を見てみましょう。はい、こういうふうになります。で、まあ、これでちょっともう先ほどのも兼ねますけども、パスウェイですね。ないところというのはこういう形でグレーで消えます。で、グリーンのものっていうのはアブラムシが持っている部分。で、ピンクのものっていうのがブフネラが持っているパスウェイ。で、この青い部分っていうのは両方が重なり、両方持っているパスという形で、こういう形でですね。はい。で、パスウェイ、全体のパスウェイネットワークというのはこういうふうにマッピングしてみることができます。でこれでまあ2つの相互の補完関係というのが全体のパスウェイマップというのがで見えるわけです。でまたそうですね、はい。はい、まあ、ブフネラで、でまあ、こういう形ですね。で、酸性物質量でも比較可能ですと。で、まあ、共生関係の補完関係が見えますよというところですね。はい、で今度はですね、ケグの実習としては一応最後ということになりますけれども、サンプルデータのマッピングというのをやってみたいと思います。まあ、簡単にここではもうその、ケグの方で出しておりますサンプルデータをマッピングしてしまう、してあげるという簡単なことしかやりませんけれども、ケグには遺伝子化合物からパスウェイにマッピングするツールというのが組み込まれて、ケグマッパーと呼ばれています。先ほどのアブラムシとブフネラのことにのものに関しても基本的にはこのケグマッパーがバックグラウンドで動いていることになります。で、ここではサーチ&カラーパスウェイというのとカラーパスウェイというケグのパスウェイマッピングツールの2種類のツールというのを簡単に紹介したいと思います。でですね、まずですね、はい。ここでですね、はい、もっぺんテーブルオブコンテントに戻ります。はい、テーブルオブコンテントですね。で、先ほどこのパンゲノムとかありましたけど、その下にここにケグマッパーというのがございます。はい、ここにケグマッパーという、まあ、マッピングツールですね。ケグのマッピングというのは基本的には、まあ、ここを経由していろんな、で、まあ、いろんなところにいろんなマッピングができるんですけれども、その中ですね、ここではちょっと簡単に、サーチ&カラーパスウェイというのと、カラーパスウェイというのとの2種類を紹介したいと思います。まず、サーチ&カラーパスウェイです。はい。これは、ですね、まあ、器具のパスウェイからですね、好きな、まあ、遺伝子とか化合物とかは、まあ、検索して、それに好きな色をつけるという、簡単に言ってしまえばそんなとこかと思います。でですね、はい、こうですね、サーチアゲンストですね、まあ、ですね、いくつか選ぶ項目があるんですけれども、はい、で、サーチアゲンストというのは、どういうパスウェイマップの、どういうデータベースに対してマッピングしてやるかということで、プライマリー ID というのは、どの ID ですね、ケグ ID を使うのか、NCBI の GeneID を使うのか、NCBI のプロテイン ID を使うのか、プロテインユニプロットを使うのか、そのいずれかの ID のものっていうのを投げて色をつけるということができます。で、テキストエリアに関してはその要素のリストですね、遺伝子とかタンパク質とか化合物です。まあですね、あとは配列 ID のとか、対産物 ID は、縫い潰し色、あるいは線の色をどう変えるとかいうふうな、まあ、縫い潰しの色と線の色とそれぞれ指定して変えることができます。
で、まあ、選べる配列 ID というのは、先ほど言いました、KEG の GeneID、それから NCBI の GeneID、NCBI のプロテイン ID、UniProt ID というのがあります。で、対象産物 ID に関しては、KEG のコンパウンド ID しか使えません。で、線の色というのはオプションで、まあ、変えた、指定しなければ変わらないということになります。色は、まあ、ウェブで使う16進数表記が、まあ、基本的な、レッドとかグリーンとか、そういう基本的なカラーネームか、いずれかで指定することができます。そういう形ですね。でここではちょっともう簡単にですね、KEG が用意しているエグザンプルを実際に投げてみるということで、サンプルを試してみたいと思います。で、ですね、でここですね、エグザンプルっていうのがありますけど、ここでエグザンプルを選んで、まあ、KO というのは先ほど言いましたリファレンスパスウェイに相手になります。ホモサフェンスパスウェイですね、これはまあ生物種 の, パスウェイですね。で基本的にはマップ、真っ白なマップに投げるか、KO に投げるか、EC 番号に投げるか、まあ、いくつかあって、あと生物種の、ここの生物種のマップに投げるかという、まあ、いずれかになると思います。でこれはホモサピエンスパスウェイということにしますと、これはまあ、ホモサピエンスのケグの遺伝子のコードで、で、塗りつぶし色で、線の色ですね。で、これはコンパウンドの色という形で、まあ、ごく簡単なものですけども、で、これに、エグゼキュートして投げると、その色を指定したことによって変わった色が変化したパスウェイですね、それに何個変えられたものがあるかというのがこういうふうにリストアップされます。でこれはグライコリスパスウェイを例えば選んでみますけれども、これを選びますと塗り分けられた、そうですね、ここですね、ここの遺伝子の色が、まあ、赤、塗りつぶし赤、線の色を青と指定しましたから、こういうふうに。でここは化合物の塗り色をピンクに変えてますので、こういう形になります。こういう形でその指定した色っていうものを変えることができます。こういう形で投げます。これがまあカラーパスウェイですね。まあ好きな色に変えることができるんですけれども、その代わり全部その個々のものっていうのを全部指定してあげ、まあ、ID 取って指定してあげなければいけません。で次ですね、カラーパスウェイというのをやります。で、なので、スライドの方ですね、スライドの方からいきますと、はい、こういう形で、まあ、選んで、まあ、なので、今回サンプル投げましたけど、実際に自分のデータ投げるときには、その ID を取ってきて、好きな色指定というのを書き込んで、この書式に合った形で、リストを作っていただいて、それを投げるという形になります。で今度は数、カラーパスウェイですね。カラーパスウェイという名の通り、そのパスウェイに色をつけていきます。これに関しては、今度は数値データとかをマッピングすることができます。で、まあ、ここでもサンプルを投げていますけど、コスミック、CML コスミックというサンプルを投げます。中身はもう配列の ID と、数値の対応のリストです。で、セレクトの結果、まあ、パスウェイを指定して、そのサンプルファイルを指定して、で、数値をどういうふうにするかと指定してエグゼボタンを投げるとマッピングがされます。で、具体的にやってみましょう。今度はですね、これですね、まずですね、ここですね、ここにヌメリカルバリューのこれをですね、名前をつけてリンク先を保存ということで、まずこのファイルを保存してあげてください。これをまあ、どこでもいいんですけど、まあ、デスクトップが分かりやすいかな。例えばデスクトップに保存してあげます。そしてですね、まずそのこの場合はサンプルとして5200番というマップにマップをします。人の5200番というマップにマップをしますので、まずこれをそのまま書くか、この部分をコピーして、ここのどのマップにセレクトケグパスウェイマップなんで、どのパスウェイを色付けしますかということなので、はい、こういう形ですね。先ほどのサーチ&カラーパスウェイというのは全体に投げることができますので、全部のパスウェイを一括して色をつけることができますけれども、このカラーパスウェイの場合は指定したこの HSA の5200番なら5200番というこの個々のパスウェイに対して色を投げていきます。で、ですね、で今度はファイルですね。で参照として、先ほどダウンロードしましたこれですね、HSA の CA コスミックというのを選んで開いてください。そうするとここに載ります。で、今投げるのは、で、まあ、ここのエグザンプルでもカラースペシフィケーションって色の指定をしたものと、
数値バリューを上げるものと2種類ありますけど、これ両方やることができます。色をして先ほどのように色を指定してあげてもいいですし、数値を投げることもできます。今回は数値を投げます。なのでヌメリカルバリューというのを選びます。でログスケールのデータなのでログスケールを選んで、でミニマムマキシマムのままで、でこのままですね。でユーザーアンカラードダイアグラムというのは、その人の場合はその例えば人のマップであれば人の遺伝子に関し対して、まあ、すでに色がついていたりします。なので無地のダイヤに無地のパスウェイマップに投げたいときには、ここのユーズアンカラーダイアグラムというのをクリックしてください。そうすると無地のパスウェイに対して投げることができます。でこれでまあこういう選択をした状態でエグゼキュートをしていただきますと、実際に、はい、しますと、しばらく待つと多分色がついて帰ってくるはずです。はい、こんな形になります。そうするとこれはまあキャンサー、がんのパスウェイなんですけども、がんのパスウェイに対して数値ですね。多分これ濃い色になればなるほど、数値が上がってるんだと思いますけど、こういう形でいくつかの遺伝子に対して数値がマッピングされているという、こういうマップされたデータというのが出てきます。こういう形ですね。まあ、ちなみにこれ、この画像を例えば欲しいという時には、これのまあ画像を名前を付けて保存していただければ、はい、この画像を取ることはできます。例えばこういう形で、そうするとピングのファイルで取れますので、はい、例えばまあ自分のプレゼンテーションのスライドに使いたいとか、論文の図、マッピングした図を作りたいというときは、そのピングのファイルを取っていただければ、使用することができるかと思います。はい。なので、はい、実習ですね、ここまでで、はい、数値データのマッピングをすると、まあ、こんな形でグラデーションマッピングができますよというところですね。はい、ここまででまず前半のですね、パスウェイデータベースに関する話を一旦ここで終わらせていただきたいと思います。はい。はい、ですね、化合物データベースです。で、化合物データベースは、まあ、遺伝子データベースなんかと比べれば、まあ、研究の歴史も長いので、はい、データベースの歴史も長いです。ただし、優秀の文化です。まあ、ケミカルアブストラクトというのは著名ですね。昔はもう、化学系の人ですね。僕も学生の頃、ちょっとモデル化合物の合成とか簡単なことやったことがありますけれども、その頃、まずケムアブを引けというふうに言われたものです。で、ケミカルアブストラクトっていうのも1907年からあります。これ、米国科学会の下部組織で、キャスっていうところで発行しています。優秀のデータベースです。大体図書館、大学とか企業の図書館で契約しているとまあ、結構いいお値段がします。で、化学関連文献とか特許ですね、化学構造反応とか総合的な情報を含みます。なので、有機化合物を合成する人っていうのは、必ずまずここに行く、少なくとも昔は行きましたね。で、CAS 登録番号っていうのは、まあ、CASRN と言いますけど、化合物 ID として事実上の標準となっています。で、サッシタイト CD とかオンライン検索がありますけども、現在はサインファインダーによるオンライン検索というのが主体になっています。で、まあ、古い大学などもなんかだと、そのケムアブがずっと図書館にダーッと並んでいたりするわけですけれども、まあ、現在はもうサイファインダーで検索するのがごく一般的です。で、他にまあ、コンバインドケミカルディクショナリーって CRC プレスですね。まあ、上のこちらと比べると、まあ、だいぶまあ、知名度は劣りますけど、まあ、コンバインドケミカルディクショナリーというのがあります。これはまあ、ディクショナリーはナチュラルプロダクトという天然物のデータベースとか、まあ、オーガニックコンパウンド、まあ、あとこういうですね、ディクショナリープロダクト、こういう4種の辞典を主催しているものです。サッシタイ CD ですね。まあ、サッシタイと CD は今もう DNP しかありませんけれども、あとオンライン検索あります。こちらの方はケムネットベースというオンライン検索ですね。で、こちらですね、日本ではいずれも科学情報協会というところが、総代理店となって取り扱いをしております。で、まあ、いろんな図書館、必ず、まあ、大きな大学の図書館、必ず、大きな大学というか、大体、まあ、科学系の研究室を持っている大学の図書館、必ずも、契約をしていると思いますけれども、まあ、そういうものです。まあ、よく使われています。で、まあ、ただ、まあ、遺伝子データベースが発展してくるとともに、化合物のデータベースの方においても、無償の文化というのが流れ込んできまして、いろんな無償のデータベースというのが作られてきています。まずですね、まあ、そうか、それで冒頭に言い忘れましたけれども、化合物関係ですね、最近メタボロームって言って、網羅的に化合物を、アセして、するような、研究というのが非常に盛んになっております。で、その中で、アジャックスでも、メタボロームので、講習ですね、かつては DNA 系の桜井先生が大体お務めになられますけれども、その講習が最近、何回かやられています。で、前回ですね、AJAX 即時広島でも桜井先生が、
メタボログの講師、結構やってます。で、その辺も、化合物を扱う、の研究の上で役に立つと思いますので、過去の、MottoDB とかのページで、メタボログの、メタボログ研究、関する、講習の資料というのを見ていただくと参考になるかと思います。で、というわけで、で、この資料は、そのメタボログの解析の、資料からちょっと私の方で一部改変させていただいたものですけれども、化合物データベースのリストですね。で、ケグリガンドっていうのとか、ナップサックとか J グローバル、この辺は日本発のですね、のデータベース。他にいろんな、メタボロ、いろんな代謝物関係とか、医薬品関係とか、いろんなデータベースがあります。下の方のものっていうのは割と生物種得意、生物種類得意的な特定な化合物群に関する天然物関係に関するデータベースです。こんな形でいろんなデータベースというのが化合物の方でもございます。で、そうですね、ちょっと簡単にですね、これも深入りしますと結構大変なことになりますので、で、化合物構造を表記する書式っていうのが行列型で表記する、2次元の表、2D の表記、2D もしくは 3D の表記と線形ですね、1次元の表記ですので、代表的な書式だけちょっとまとめてあります。で、モルファイルというのが、その行列表記の中でのデファクトスタンダードですね、実質性のスタンダードになってますけど、結合結合表として表す、2次元構造式の標準方式で、モルファイルというものがあります。で、この SD ファイルというのは、モル形式を内包して、要はそのモル形式というのは、この、一つのファイルで一つの化合物を表すんですけど、これを複数のものを1ファイルにまとめて書けるようにしたというのが SDF ファイルというものと思っていただければです。なので、たくさんの化合物 の構造を一括してドンとこう相手に送りつけるときに便利なので、そういうやり取りをする人にとってはよく使われるファイルです。で、この辺はいずれもその、今、昔は何だったかな、今、ビオビア、買収が何回かありまして、ビオビアという会社になってるんですけども、そこのところで CT ファイルフォーマットっていうのが、探すと、出てくるんですが、これは多分、ビオビアになってから登録しないとダメなので、CT ファイルフォーマットで検索していただくと、多分過去、フリーで取れるものが落ちてくると思います。ちょっと古いバージョンですけど、落ちてくると思います。で、あと、線形表記の方ですけれども、インチキーというのが、これは IUPAC と NIST が開発して、今 IUPAC が管理している、1次元の線形表記のフォーマットで標準的なものですね。インチーというのは、スタンダードインチーというのは構図、ある程度人が可読で、なおかつ1位に、スタンダードインチであれば、1つの化合物というのは、1対1の対応で書けるような、インチ文字列が表示、生成可能なので、よく使われる。インチキーというのは、ウェブ検索用で人には読めないんですけれども、文字列が固定帳なので、固定帳で、ウェブ検索用に非常にやりやすいので、インチとインチキーというのは非常によく使われます。後から使えます、パブケムの方でもインチというのは非常によく使っています。あと、スマイルズというのは、これも二次元構造を文字列として表記する記述なんですけれども、コンパクトに書けるということと、人が読みやすいということがあって、一時期よく使われたもので、これもカノニカルスマイルズということで、一つの構造式に対して唯一となるスマイル表記を定めることはできます。ただ現状ではインチの方がよく使われるかなという気はします。はい。で、ここからですね、パブケムですね。パブケムというのは、多分フリーのデータベース、多分というか間違いなくフリーのデータベースとしては一番よく使われる、だから一番構造式を一番たくさん集まっているものだと思います。これ、NCBI が維持管理している低分子化合物のデータベースなんですけれども、大きく3つあります。パブケムサブスタンスっていうのと、パブケムコンパウンドっていうのと、パブケムバイオアッセイっていうのがあります。で、サブスタンスっていうのは、これはいろんな他のデータベースですね。パブケム自身が、その他のデータベースの、化合物をデポジットされて、受け付けて集めてくるという形になってますので、そういう、その化合物の、他のデータベースの化合物がいっぱい入ってるわけです。そのそれぞれに対して個々に ID を振ってるパブケムサブスタンスっていうのがあって、それをパブケム自身がですね、化学構造によってまとめて整理したものっていうのがパブケムコンパウンドになります。で、それぞれ SID というのと CID というのが振られています。で、SID というのはサブスタンスの ID で、 CID というのはコンパウンドの ID です。で、バイオアセイというのはサブスタンスの情報に含まれている整理化成情報というのを集めた、集約して整理したもの、そういう関係になって、でちょっと戻りまして、ですね、これも、パブケムって Google で検索してくれば当然のごとくトップにヒットしてきます。
はい。で、はい、パブケムのページに行きます。まあ、多分デフォではまずコンパウンドのところになってると思いますね。はい。ですね。で、ですね。スタンダードのサーチの他にコンパウンド、ですね。まあ、NCBI のいろんな、パブメドとかいろいろ使っておられた人だとおなじみだと思いますけれども、他の NCBI のデータベースと同様のインターフェースで、アドバンスサーチビルターで項目と検索クエリを組み合わせながら、複雑なクエリ作って検索をすることができます。それだけちょっとご紹介しておきます。はい。で、元に戻りまして、パブケムの実習をしたいと思います。まずパブケムのコンパウンドから、まあ、化合物を検索してみましょうということで、まあ、これ今検索してパブケムのトップのページに行っていただいたまずコンパウンドのところに、まあ、なってると思いますけども、ここに中央に検索窓で化合物を入力して GO というのをクリックしていただくと、まあ、自分の興味のある化合物のに関係ありそうな化合物のリストが出てきます。特に化合物の検索対象を思いつかないときは、ここではまあルチンというのを前でありますので、ルチン、これはフラボノイドの一種ですけども、それを入力してみてください。ですね、ここですね。はい、ここに何か適当な化合物を入れます。ここではルチンというフラボノイドの一種です。これも、キーワード、キー入れていくとどんどんこう候補が上がってきますけど、ルチンを選んで、GO します。まあ、そうするとこういう形でですね、ルチンというキーワードで引っかかっている化合物がですね、ざーっとリストアップされてきます。はい。で、まあ、ここで、一番最初にかかってきているルチンというのが目的の化合物なので、これでルチンというのをクリックしますと、はい、個々のエントリーの情報に来ます。で、まあ、これに関しては、パブケムコンパウンドの CID ですね、これだと5280805というのはこのルチンの ID ということになります。で、まあ、見ての通り、その、はい。で、これ、ベンダーとかファーマコロジーとか、いろいろリターチャーとか、いろいろありますけども、これクリックすると、その、この中に膨大な、いろんなコンテンツがあるんですけれども、その中の、ベンダーというのは、この試薬を売ってる会社ですね。リストとか出てきます。この辺は医薬関係の情報、セクションの情報かな。これ、文献情報ですね。これは、この化合物に関わる特許の情報。生理活性の情報とかもあります。コンテンツを見ると、まあ、これだけいろいろありますよ。2D の情報とかいろいろバーッと見ていただくと分かりますように、膨大な情報が集約されています。最初の方には、構造的なものですね。このあたり構造とか名前のあたり。この辺にインチとかインチキーも出てますね。カノニカルスマイルスも出ています。イソメリックスマイルっていうのは、カノニカルスマイルスに立体異性の情報を付記したものです。この辺はまあ、分子式ですね。キャスの ID とか、本当にいろんなものですね。ウィキペディアのリンクもあります。で、シノニムですね。これは、メッシュという、まあ、西部屋のスタンダード、正規化したその単語での、こちらの方でのシノニムと、デベロッパーから書き集めたシノニムですね。気をつけなきゃいけないのは、デベロッパーサプライズシノニムには、まあまあ間違いがあるということは注意しておいた方がいいです。で、あとは、まあ、物理的な情報であったり、はい。いろんな情報も、本当に膨大な情報があります。で、下の方に下がっていくと、はい、この辺が、はい、この試薬を売ってる会社であったり、で、はい、文献情報ですね、この文献情報、サイテーションであったり、合成のリファレンス、パテント、まあ、いろんな情報があります。こういう形でアクセスできます。でですね、ちょっとここではですね、それでまずその中でもですね、このデータベース内で関連の化合物の情報というのをちょっと見ておくということは、まあ、重要かと思います。一つはそのサブスタンスのとの関係ですね。その、コンパウンドとサブスタンスの関係が見られるようにということと、あとはこの化合物のリレーテッドコンパウンドを見るということが、まあ、重要かと思いますので、そのあたりの実習をしておきたいと思います。まずですね、サブスタンスの項目を見たいと思います。
で、先ほどのところですね、そのリエテッドレコードのところに飛んでいただきますと、こういう形で関連のレコードの情報があるんですけれども、まあ、これまず上の方はこれアノテーションですね。アノテーションで似てるっていうふうに書こうと。まあ、これは置いときまして、まずサブスタンスっていうのを見ます。で、先ほども言いましたように、サブスタンスっていうのは、いろんなデータベースからデポジットされてきた化合物のあれです。なので、まずここで、リレーテッドサブスタンスっていうのを見ます。で、これで、オールというのとセームというのとミクスチャーというのがこの場合ありますけど、セームっていうのは全く同じ、要するに、同じ CID の配下にある化合物。ミクスチャーというのは混合物です。この2つ足し算するとオールになることがわかります。で、ここではセームの方を見ましょう。そうするとですね、同じ CID を持っている、スタンダードされた、の CID で、同じその CID にまとめられた化合物のリストですね。で、それ、SID のリストというのがここに出てきます。で、これだけのサブスタンスというのは同じその、このルティンの CID に集められてきているわけです。でですね、これ見ていただきますと、ソースですね。ソースにどういうデータベースから来たかというのがわかります。リストの中ですね。こう。で、これは、まあ、ここの。ですね。これでどれにしようかなと。はい。で、ここに、まあ、ちょうど良さそうなのがあったので、ここは日課時ソースのやつがありました。で、ここで、13番のところにルーティンってこれが出てくると思いますけど、まあ、これをクリックしていただきますと、はい。これは、ここはサブスタンスです。サブスタンスなんですけども、はい。これは、その、日課時ですね。ソースは日課時。JST の、日本科学辞書です。のところで登録されている、それに関するリストですね。これは SID に関するどういうものが登録されているかという情報があります。で、ここでまあエクスターナルの ID ですね。ここにクリックし、これをクリックしますと、日課時ですね、オリジナルのソースの方に行きます。ちょっと J グローバルが統合されているのでこうなりますけど、これでそのオリジナルのデータで、データ、日課時の方のデータですね。まあ、こういう関係になっています。日課時と、まずデポジットされているものというのが SID、サブスタンスの方に登録されて、それがまとめられて CID になっているということが分かっていただけると思います。あれですね。はい、で、こういう形で、ルチンのっていうものが、はい、SID として登録されていて、ということですね。はい、まあ、そういう関係ですね。まずそういうところを見ていただければと思います。それでですね、はい、こちらは、まあ、全体のリストなんですけども、ここで、5.3.2 っていうところにサブスタンスバイカテゴリーっていうのがあります。これまあカテゴリーですね。その SID がどういうところから来ているかっていうところが、この分類をされています。ケミカルベンダーからなのか、国の組織なのか、それとも研究組織なのか、他にもいろいろありますけども、NIH の中のか、どういうところかというですね。例えば、ここで、ガバメントオーガニゼーションというところを開いていただきます。そうすると、まあ、国系の組織ですね、で作ったもの、で集められた。まあ、ここに日課時も、ここに分類されてますけども、こういう形ですね。そういう形で、こういう組織から、こういう外部 ID のものが、こういうパブケム SID が付けられて、この CID の中に集められていますよ、ということがわかります。で、今度はですね、例えば、リサーチ&デベロップメント、ここを入れていただきますと、ケビーであるとか、まあ、有名どころですね、入ってますね。あと、まあ、ケグなんかもここにいます。ケグの場合は、この化合物が、コンパウンドという化合物のデータベースと、ドラッグですね、薬の方にも両方入ってますので、C と D で両方登録されています。こういう形で、いろんなデータベース、どういうデータベースから入る、どういうものが登録されて、このCID ですね、ルチンというものにまとまってきているかということが分かっていただけるかと思います。こういう、パブケムの中のデータ構造というのは、こういう関係になっております。はい。で、まあ、そういうことですね。で、サブスタンスですね。CID に対するサブスタンスのリストが出てきて、まあ、カテゴリーについても見れると。で、まあ、出てきます。はい。ですね。で、今度はですね、今度はサブスタンスの、多分コンパウンドの中ですね、リレーテッドコンパウンド。この化合物と似たような化合物っていうのを、
集めてきたものですね。でそれに関して類似の化合物をに関する情報というのをタブケムでは簡単に見ることができますので、それに関して説明をしておきたいと思います。はい、でこれで戻りますと、でここですね、 5.2 です。ここです。 ZZ コンパウンド 5.2 の項目があります。で、セームコネクティビティですね、セームアイソトープとか、まあ、いろいろ書いてありますけど、まあ、特に重要なのはこの辺りですね。セームコネクティビティというのはどういうものかと言いますと、その原子の配置ですね、原子のその、トポロジー、そのどの原子とどの原子がどういう順序に組み合わさっているかというのが全部同じもの。要は言ってみれば立体生態です。立体生、まあ、化合物にはその、まあ、立体、その構造的に、その立体、立体、同じ結合様式はしてるんだけど、立体的に左位置が違うという立体生態というものがたくさん存在するんですけども、そういうものっていうのを集めたものはセームコネクティビティ。ただセームコネクティビティの場合はアイソトープ、例えばまあそれが水素なのか重水素なのかトリチウムなのかっていうのは全部まとめてありますので、でアイソトープまで同じっていうものっていうのはセームアイソトープという形になります。でここではセームアイソトープっていうのを、でその辺の詳しいところに関してはそのこの辺にハテナのマークありますけど、この辺が説明になっていると思いますので、そこをクリックしていただければ用語いろいろわからこの項目についてわからないことに関しては説明がリンクで飛ぶと思います。でここではセームアイソトープの65レコードというのをクリックして見てみようと思います。そうするとですね、こういう形になります。はい、でリスト65のリストっていうのが出てきます。一番上に上がっているのがこの自分自身ですね。はい、でですね、いくつか、まあ、他の基本的にはその遺伝子のデータベースとかパブメドとかと一緒です。この辺のインターフェースは。なのでここでこう、表示する数ですね、今ちょうど60、例えば65個ありますから、アイテムパーページを100にすれば1ページで表示できますし、あとですね、ここセント2でファイルに送り込んだりすること、ファイルで取り出すことができます。例えばファイルで、こいつのサマリーであったり、例えば UI リストというのを落とせば、これでこのリストした同じ立体衛星の UI で、この場合だと CID ですね、 ID のリストというのをファイルに簡単に落とすことができます。でですね、ここではちょっとその後を使いたいので、使いたいというか、この中ですね、ストラクチャーダウンロードっていうのがあります。この紹介をしておきたいと思います。まあ化合物のデータベースなんか使ってると、この辺の化合物の構造のリスト、構造式、構造のリストを落としたいよねということが、ファイルとして取りたいよなっていうことが出てくると思います。そういう時にどうするかと申しますと、ここで今例えばこの64個のリストがありますけども、ここでストラクチャーダウンロードというところに行きます。そうするとですね、ここにパブケムのダウンロードサービスというのがあります。ここですね。はい。で、XML、上の方には、まあ、XML 系の書式だったり、イメージだったりとか、スマイル、で、構造式的なもので落とせるのっていうのは、ここにまず SDF というのがあります。それから Smiles というのがあります。インチというのです。この3つの書式で落とせます。なので、基本的に標準的なフォーマットで落とせるわけです。ここではちょっとインチで落としてみましょう。インチで落としてみて、インチを選んで、インチで65個なので、テキストで65個なので特に圧縮する必要はありませんから、圧縮でノンを選びます。でここでダウンロードっていうふうのをクリックしますと、そうするとまあ仕事終わったよっていう形で、こういう形で、はい、いきます。ではい、これなので、まあ、これをまあコピーペーストして取るなり、あとは、はい、まあ、これですね、これまあ、この場合だと、ここで名前をつけてページを保存するのがいいかな。で、まあ、これで名前をつけてページを保存というような形にして、まあ、例えばデスクトップに保存すれば、あ、そうか、これこっち側に落ちねえのか。別ウィンドウ開いてた。まあ、そうすると、多分、皆さんのところでは、デスクトップに
落ちてると思います。まあ、自分が指定したところに落ちてると思います。こういう形でインチですね、インチのリストというのをこうザーッと保存することができます。まあ、他のその何で落とすか、 SDF で落とすか、スマイルズで落とすかというのはお好みですけども、どういう形にしろまとめて構造式のリストというのは落とせます。はい。で、まあ、そういうこと、形でですね、今お話してきたのっていうのは、はい。で、これですね。で、まあ、send to で、リストを落とせますよっていうことと、インチでダウンロードしてみましょうということで、はい。ここでインチとかね。まあ、これで、まあ、落とし方は SDF にしろ、スマイルズにしろ一緒です。はい。落とすことができます。で、で、ここでですね、ちょっと関連の話なんですけども、これでまあ、落としたインチのリストを見てみましょうということで、まあ、これがインチという書式、基本的な書式です。で、まず、組成式が、分子式があって、その後に結合の様式っていうのがザーッと並んでいて、で、その後にこれが、立体異性ですね。何番の原子がどっちもプラス方向向いてる、マイナス方向向いてる、わからないという情報があってという、そういう形の構造をしています。これ、まあ、全部の、フォーマットが全部載ってるわけじゃないんで、インチのフォーマットに関しては詳しいことは、IBMB のページを見ていただくのがいいんですけれども、ここでは、まあ、ここに関わるところだけですね。そうすると、この、今、そのセームコネクティビティ、セームアイソトープの化合物を見てますので、この赤くした部分以外の部分というのは全部同じなわけです。で、何が違うかというと、ここの立体の部分というのは少しずつ違うんで、65個違う化合物というのが、まあ、リストされているということで、立体の違う化合物群というのを、見るということに、を集めて落とすことができたということになります。で、まあ、ここで何が言いたかったかと言いますと、立体性を持つ化合物というのは、ソース側のデータベースの構造式の書き方で、とか、モル形式からインチに変換するための立体性の問題とかがありまして、同じ化合物が同じ CID にならないことがあります。特に、糖を含む化合物に関しては顕著です。これはまあ、パブケボが悪いというわけじゃなくて、もうソースのデータベースがあると、その後変換の問題で、ちょっともう、構造的になかなかそう簡単には解決しない、内包された問題なんで、注意しておいていただきたいと思います。で、まあ、ここに2つ、例ですね。これ、もう代表的な例っていう、まあ、60個の中にはもっといっぱい例、そういう例が含まれてるんですけども、まあ、とりあえず、顕著な例ということで1つ挙げておきます。まあ、これが元のルーティンで今ずっと見ていたことです。ここに44259148というのは、さっきの65個のリストのどこかに出てきます。で、これはこの通り、このあたり、ハテナですね。で、化合物の、座標、分子の座標にハテナがついたところがいっぱいあると思います。で、一見、まあ、一見というか、インチ的には違う化合物なわけです。ところがですね、二次元の元の構造式ファイルに戻しますと、こちらが、まあ、これは、先ほど構造式化合物のリストの中に挙げてきた、化合物データベースのリストに挙げてきました、リピッドミックスの、リピッドマックスというところにです。で、ここでは、いわゆる椅子型構造という形で糖を書いているわけです。で、こう書くと立体的には人が見ればこれとこれというのは同じ立体構造を持つ化合物なんです。こちらはケグのコンパウンドで、こちら側に紐つかれるわけですけど、同じ化合物なんですが、これの椅子型構造というのは非常に機械的にインチに変換するのが難しくて、こういう形で読めないところがいっぱい出てくるため、一見というか変換されたインチというのは違った化合物になってしまうわけです。なので、パブケムコンパウンド的には違う化合物として認識されて、同じ別の CID がつきます。ですが、この2つっていうのは人が見れば同じ化合物です。こういうことっていうのは構造上起きてしまうので、まあ、どういうデータベースでもそうなんですけども、データを見るときに、データベースが必ず全部正しいかというと、まあ、そういう、必ずしもそういうわけではないという問題というのは、どこでも内包している一つの問題ではあるんですけども、そういう形で、一つの化合物を見るときに、特に糖化合物や立体性を含む化合物の場合は、近連のセームコネクティビティの化合物まで目を配っていただくことが重要かと思います。はい。ここまでですね、ちょっともうざっと簡単なところですけど、パブケムのコンパウンドに関する、実習はここまでとさせていただきます。で、次ですね、ケグの、実際にお話しするのはコンパウンドなんですけれども、リガンドデータベースというのを紹介しておきたいと思います。リガンドというのはどういうデータ、ケグリガンドデータベースというのはケグの中でも、化合物と反応ですね、いわゆる化学的なもの全般を扱うデータベースのリガンドというくくりになっています。
その中で、まあ、実際には化合物のデータベース、コンパウンド、それからグライカンと、あと反応系のリアクション RP や R クラスというのと、EC ナンバーを使います、エンザイムという、その6つのデータベースからなっているんです。まして、で、まあ、その中でも、コンパウンド、グライカン、リアクションという括りになってたりするんですけれども、基本、この中では今日はコンパウンドだけは使いたいと思います。また戻りまして、はい。はい。先ほどのケグのページですね。ケグのページに戻っていただいて、ですね。ここですね。リバウンドはなかったのか。じゃあ、ですね。一旦ゲノムネットの方に行きましょう。じゃあ、今度ゲノムネットで検索してみてください。ゲノムネットというのでいただくと、まあ、ケグ系のもう一つのエントリーポイントとして、ゲノムネットというものがあります。で、ゲノムネット側ですね。ゲノムネット側から行くと、ケミカル情報のページでリガンドというのがあります。そこのリガンドに飛んでいただきますと、さっきこのページに行きます。はい。で、その中で、今回まずコンパウンド。今回扱うのは、こっちじゃなくてすみません。こっちですね。このエントリーポイントのこちらのコンパウンドというところに行ってください。そうすると、ケグコンパウンドデータベースというところに行き着きます。はい。それでですね。ケグコンパウンドですね。まあ、化合物のデータベースです。で、まず、とりあえず簡単に実習としてですね、まず検索をしてみましょう。で、コンパウンドでですね、ここで、ここにまあ何か適当に自分の興味のある化合物を選んで、入力していただければいいんですけども、ここでは、アミノ酸の一つ、フェニラナニンを入れています。フェニラナニンっていうのを検索していただきますと、はい、こういう形でフェニラニンっていう単語が入った化合物がいっぱい出てきます。これだけたくさんあります。で、ここでですね、はい、一番頭のやつ選んでいきます。まあ、これ、アミノ酸のフェニラニンですね。で、化合物の情報、名前ですね、名前だったり、構造の情報、構造式の情報。で、ここでモルファイルであったり、で、ケグの場合は、そのモルファイルを、ケグアトムタイプという独自の拡張をした、ケグアトムタイプを使って KCF ファイルという独自のフォーマットを持っています。で、ケグの計算、その分子計算の時にはよく内側では使っているんですけど、まあ、基本的にはもう忘れていただいて、モルファイルを覚えていただければ結構だと思います。はい。で、まあ、この反、化合物が関わっている反応であったり、この化合物が載っているパスウェイの情報だったり、まあ、例えばこれクリックしていただくと、そのパスウェイに飛ぶわけです。反応であれば、このクリックしていただくと、その反応に、このが入っている反応に関して飛んでいきます。で、まあ、そのリアクションのモジュール、リアクションじゃない、遺伝子のモジュールですね、モジュールセットに飛んだりとか、いろんな情報に飛んでいきます。あと、まあ、最後の方にアダデータベースで、他のパブケムであったり、いろんな、関連の化合物、同じ化合物が対応して入っている化合物データベースへのリンクもあります。こういう形でいろんな情報に飛んでいくことができます。でですね、はい、もう一つです。ですね、先ほどですね、ゲノムネットですね。ゲノムネットっていうのは、これ、統合データベースの方で、化合物の統合的な、統合データベースとして一時期、ファンディングを受けて、ファンディングを受けたこともありまして、統合データベースというか、化合物の串刺し検索をすることができます。で、例えば、ですね、こちらのところで、ゲノムネットから、同じくフェニラニンというのを検索してみましょう。はい、でこれで検索して Go といきますとですね、まあ、オントロジーから、医薬品からいっぱい出てくるんですが、化合物ですけれども、これ、化合物で、まあ、まずケグコンパウンドかかるんですけれども、それだけじゃなくてですね、パブケムでフェニラインのコンパウンド、ケビーでフェニラインのコンパウンド、PDB であったり、これ 3D メットというのは、生物農水省の生物圏でやってる3次元構造のデータベースなんですけど、で先ほどのリピッドマップスであったり、
あとこの次に紹介しますスナップサックだったり HMDB だったりいろんなデータベースの化合物の情報というのを串刺しで検索することができます。はい、でもちろんここに飛べばフェニラナニンケグノンエントリーに行きますし、例えばここにの、に行きますと、はい、パブケムのこれは SID の方にパブケムのケグの場合はパブケムの SID にまずリンクします。そこから CID に関してはこちらの CID にもう一遍飛ばなきゃいけないですけども、そういう形になっています。あとはケビーのフェニラナニン、まあ、ケビーの、フェニラナニン関係のところとか、リピッドマックスとか、まあ、ナップサックですねとかいろんな形です。例えばナップサックであれば、L フェニラナニンこれだからこういう形で、他のデータベースですね、串刺されたデータベースに、直接ゲノムネットのページから検索して飛ぶことができます。本当はですね、その、ケグにはいろんなケミカル情報の解析で化合物の類似構造検索とか、まあ、いろいろパス予測とかいろんなツールがあります。で他にもリアクションのこととかいろいろ、まあ、紹介したいことはいろいろあるんですけれども、ちょっと時間の関係で過去の講習のページを過去の講習の資料とか見ていただきたいと思います。で、はい、でここですね、ここにもいろんな、まあ、ここ実際にこういう形で検索ができます。で、化合物のですね、最後の実習として、ナップサックという奈良先端大の金谷先生が作っておられるデータベースです。これは文献情報をもとにして、代謝産物と生物種ですね、このある代謝産物をどの生物種が作っているかという情報というのを、文献的から主に植物なんですけれども、網羅的に集めてきて、データベースにした、そういう代謝産物のデータベースです。金谷先生、非常的に精力的にいろんな関連の健康のものであったり、まあ、漢方であったりいろんなデータベースを作っておられます。この中ではそのうちのコアシ、今回はコアシステムだけ紹介しますけども、こういういろんなデータベースがありますよということを、まあ、覚えておいていただければと思います。で、ですね、はい、それで、はい、これも Google でナップサックと検索をしますと、2番目ですね、ここにナップサックファミリートップページというのがあると思います。ここをクリックしていただきますと、はい、このナップサックのページに飛びます。で、まあ、本当に薬膳とか食用とか、まあ、いろんな加工食品とか食べ合わせとかですね、漢方も日本だけじゃなくてインドネシアであったり、まあ、いろんな世界の薬用植物のデータベースとかいろんなデータベースがあるので、またちょっと興味があるときにも覗いていただければ面白いかと思います。ここではコアシステムに行きます。はい、コアシステムに行きますとこういうことですね。で、まあ、この化合物データベースもですね、いろんな形でアクセスでき、いろんな検索ができます。オーガニズムからもでき、まあ、メタボライト、代謝産物からできますし、構造式からもできます。まあ、例えばメタボローブなんかでマスなんかでやる場合は、まあ、フォーミュラーがあれなのでフォーミュラーから検索するというのも一つのあれだと思います。あとは、まあ、キャスの ID とかインチキーでも検索できますし、そういう形で検索ができるんですが、でただまあインチキーに関しては一つ注意しておかなきゃいけないのは、先ほどの問題があって、特にこのナップサックのデータベースというのは割と等チアボート式で書くデータベースなので、その辺で立体構造の情報というのは飛びやすいという飛びやすくて、スタンダードになかなかその辺は難しい問題があるということだけは指摘をしておきます。でここではこの生物種、このデータベースの一つの大きな特徴であります生物種と、その性合成する生物種と化合物 の関係を集めているデータベースなんで、まあ、このデータベースの一番の特徴だと思います。オーガニズムでの検索をしてみたいと思います。まず、学名で入れますけれども、ここを、まあ、とりあえず例として稲ですね、オリザサティバというのを入れてみようと思います。はい、ここですね、上の方で、でまあ、ちなみに今ですね、これ、去年の10月段階でのデータですけども、代謝産物が5899件、で生物種と代謝産物と生物種のペアっていうのが12万件弱ですね。生物種が2万2000件以上、それだけの規模のデータが入っています。そういうデータベースです。でここでオリザサティバっていうのをリストしていただきますと、あ、すいません、スペルミスしてました。Y だ、よいしょ、はいですね、はい、オリザサティバというふうに、オライザサティバというオリザサティバというふうに入れますと、はい、文献的に稲から見つかってるよという化合物が91件ヒットします。
ですね、はい、こんな形ですね。でこんな、まあ、いろんな化合物ですねがヒットします。それでですね、まあ、例えば、このトランスジアシンですね、まあ、化合物91番ナプサックのこの ID の部分をクリックいたしますと、はい、こういう形で個々のエントリーです。ナプサックの化合物のエントリーというのは非常にシンプルな構造をしています。名前と構造とモレキュラルウェイトとキャスナンバー、それからナプサック自身の ID、 それからインチキーですね、それからどの生物種から文献的にどの生物種で報告されているかというのがリストになっています。例えばですね、ここでオリザ・サティバのこのリファレンスというのをクリックしますと、ですね、ここに出てきます。ここでオリザというのはどの文献で報告されているか、この文献であれば井上のこのプラントセルフィジオロジーというこの雑誌のこの刊号でこのトランスジアチンというのが整合性されているのが報告されているということが分かります。このようにほぼ全部の生物種について文献からこういう化合物が整合性されているよということを調べるのに大変適したデータベースです。なお、ここに要するに 3D というのがありますけど、ここをクリックすると、これ Java を有効にしていると、いるかな、 JMOL でですね、この今ちょっと出ないかもしれませんけど、まあ、Java を有効にしているとこの JMOL3D で分子3次元の構造というのが見ることができますっていうあたりですかね、はい。他にもナプサック非常にいろんなことができるんですけど、ここでは一番特徴的なことだけ簡単に紹介をしておきます。はい、ですね、以上で今回ちょっともう非常にいろんな内容をちょっとずつ入門的なところを少しずつ触り触りしてまして、で、先ほど言わせましたけど、パスウェイの項目でもケグでもその、他のデータベースとか使いながら、トランスクリプトームのデータをこう投げたりとか投げて可視化したりとかできるんですけども、そのあたりAJAX の秋では森谷先生がやっていたと思いますので、その辺のところをちょっと今回紹介できなかった部分については過去の講習資料を参照していただければと思います。ちょっと時間が結構厳しい中簡単な紹介になりましたけれども、私の今回の講習の内容は以上とさせていただきます。はい、